This is Japan's tiniest luxury apartment. A while back, we took a detailed peek at an empty unit and got to meet one of the residents. But with everyone using their spaces very differently, we've come back today to take a look at three more units and see how they're lived in. I forgot how narrow these spaces are. First unit is going to be right here. まず入ってすぐにあるのが洗濯機で、こちら入ってすぐ左手はシャワールームになっていまして、この突っ張り棒は自分で取り付けて、まあ、何か洗濯物を乾かすように、できるようにしています。靴は多い方ですね。全部埋まってるので捨てられないっていうのもありますね。結構食べ物は基本コンビニか、あとはアルバイトのまかないで、ちょっと特殊で温泉施設の中の飲食店で、で自分まかないも食べれるし、温泉も入って帰れるっていう結構魅力的なバイトになってます。ここは一応トイレになってるんですけども、結構狭くてですね小柄な僕でも結構その座った時にこうはみ出てしまうというか、常に開けてないとこう用を足せないという状況ですねその後すぐに目の前にこの手洗い場があるので、割とそこら辺は満足している点かなと思います。割と物が増えすぎちゃうので、物を増えすぎないようにこう工夫していまして、これしかないという自分の中の最適解がこれで、大学3年です。何を勉強してるんですか？一応 AI とかこうデータサイエンス、こっちには大学の教材とかがこう下にこう入ってまして、普段着るようなものをここにかけてるっていう状況になりますね。冷蔵庫ですか？ちょっと冷蔵庫 NG かもしれないですちょっと冷蔵庫はちょっと友達からもらったウイスキーが入ってまして、まだ一回も開けてないあとはそうですね、一昨日ぐらいのまかないの余りをもらってきたりとか、もうあとは調味料がここら辺にあるぐらいですね。もう全然自炊をしないので、正直冷蔵庫いらないんじゃないかなって今思ってます。こちらがロフトになります。基本的に僕はここで寝て、ベッドマトレス引いて寝て過ごしているんですが、そうですね、あとはこっちに自分で本棚を作って、こちらにゲームモニターがありまして、まあ自分は PS4 とこのゲームモニターを接続させて毎日ロフトですなので意外と足の筋肉つくかもしれないですでも今ではもうロフトの上り下りに慣れちゃって、もう手使わずにいけちゃうんですよ。こういってこういけます、手使わずにいけますいいですね、はい。やっぱり自分のお気に入りポイントはここになりますかね。ここで上を見上げると結構スペースが広いというか、なんだろう、窮屈にあんまり感じないので、割とここで快適に大学の課題をやったりとかっていう感じですね。はい、お部屋を紹介していきます、はい、こっちに収納箱がこうやってあるんですけど、入らないんですね、靴がなのでこちらにシャワー室はこんな感じで、浴槽ないんですけど、洗濯機もこちらにあるんですけど、私身長が155センチで、幅が今ここすっごい狭くて、こっちもトイレあるんですけど、こう入るとトイレもめっちゃ狭くて、こんな感じで座るともう壁との距離がすごく近くて、いつもこうやっておでこを頭おでこ壁にくっつけてここにいますはい、狭いところでも落ち着きます。慣れれば最初は結構多分みんな友達とかも来ると「いや狭い」みたいな言われるんですけど、多分30分いればもうここは最高の場所になりますここが3畳のお部屋なんですけど、私はいつもここにいます。ここでテレビ見て、あと冷蔵庫も届きますね、
私はアイス大好きなので、ここも iPod もあります。全部が近くにあるので収納を買ったんですけど、ちょっともう入りきれないので、ちょっと上にどん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 重なって、普段は私美容師なので帰りが遅いんですけど、もうスーパーとかお弁当屋さん寄ったり、あとめっちゃ簡単にうどん大好きなんですけど、うどん作ったりしてます。一番好きなところはロフトですね。上です。行ってみますか。結構ちょっとはしごをまず出さないといけないので、ここにいつもかかってるんですけど、ここにかけます。はい、いきます。はい、ここはロフトです。ここでいつも寝てます。お洋服とかもこっちにもう一個収納作ったので、基本ここでなんか動画見たり、インスタグラム のリールの撮影とかここでしてます。夏は暑いです、すごく。 Feels like a secret fort. そういう気分です。もう結構本当に居心地いいので落ち着きますね。家にいる時間は少ないです。もうほとんど外に出てるので、寝に帰ってきてるって感じなんですけど、ちょっと居心地いい家にしたいのでちょっと工夫はしてます。エアコンがめっちゃ高くて届かないんですよ。身長も足りないし掃除がちょっとできないんで、半年に1回ぐらいお父さん愛知から来てくれて、ここに脚立を担いで持ってきて、これ取って掃除してくれに来てます。カメラ重たいですか？ A little. ちょっと持ってみてもいいですか？え、重っ。え、すごい。え、これ、あ、公園で撮ってるんですね。そうそうそう。え、上手ですね、これ。あ、You're doing good. You're すごい。YouTuber now. これは腕筋がめっちゃ鍛えられます。こんにちは。こんにちは。玄関はもう生活用品をとりあえずもう詰めれるだけ詰めてる感じで、食べ物とか、まあ、飲み物とかっていうのを積んでるような感じですね。一応ここ洗濯機置く場所なんですけど、もう物置くスペースにしちゃって、もう洗濯機は全部コインランドリーでやってます。スケートボードもやってるんですか？スケートボードはちょっとやろうと思ったんですけど、今はもう置物になってます。お風呂場はまああんまりもともと浸からないタイプだったんで、もうシャワーだけでいいかなと思ってて、まあ、シャワー自体は綺麗だったんで。キッチンはそうですね、料理はあんまりしないんですけど、だいたい外食ですね。外食か買ってくるかで、で、まあ、たまに家でまあお鍋しようかなぐらいの感じですね。トイレちょっとまあ狭めなんですけど、あとまあ自動で流れるっていうのにすごいびっくりしましたね。はい。まあまあ見た通りちょっと森っぽくしたいなと思ってて、でまあ、とはいえあんまりこう手入れをしたりとか土とかを入れるっていうのも汚すかなと思ったんで、フェイクグリーンを使って、まあ、大体森にいるような感覚が味わえたらなっていうコンセプトで、まあ、いろんなところに緑を敷き詰めてます。大体ここで全部完結するようにしてて、まあ、この椅子に座って、まあ、僕よくゲームするんですけど、まあ、このままゲームしたりとかで、お仕事をそのまましたりとか、まあ、時にはここでアニメ見たりとかもするんですけど、服はこっちにかけてて、全部こうここで座って全てにアクセスできるみたいな感じにしていて、で一応上が物置なんですけど、まあ布団も敷いてて、ただちょっと上がるのが若干面倒なので、だいたいこの辺りで適当に寝て過ごしてますね。
寝てるときは柱どうするんですか？これはそのままですね。もうなんかちょっと斜めに寝てます丸まって大体でも寝るときこういう感じの体勢で寝てますね、はい、それでよく寝れるんですか？もう結構どこでも寝れるタイプなんで、はい、割とぐっすり毎日寝てますね。最初冬はここが冷たかったんで、これもう布団巻いて当たっても冷たくないようにとか、なんかちょっとずつそういう工夫はしてますね。上上がりますか？あ、はい、はい、ここから足をかけて、はい、あのいつも登ってます、はい、こういう感じで。一応まあ布団を敷いてるのと、あとまあ趣味のものですね。今だとまあスキー用品だったりとか、あとまあカードゲームちょっとやったりとか、あとまあサバゲーとかもやるんで、1週間で1回上がるかどうかですね。もうほとんど上がんないです。物を取りに来るときとかそれぐらいですね。記録言えば広告系のお仕事をしています。リモートワークっていろいろ言われてますけど、大体結構出社するようにはしてて、平日は大体昼間、まあ日中はほとんど外にいます。で土日は結構家にいることが多いですね。もうそれこそこうゲーム好きだったりとか、まあ、アニメ見たりとかっていうのも好きなんで、家の一番好きなところはやっぱサイズ感ですかね。一番、まあ、ちょうどいいサイズというか、あんまなんか広いのも好きじゃなくて、部屋とかって、まあ、広い方がまあそのゆとりがあっていいとかもあるんですけど、結構狭い空間がもともと好きなんで、こういろんなものを詰め込んで、狭いながらにもこうどこに何を置いてどういう暮らし方をするのかみたいな考えるのが好きなんで、掃除が楽ってことですね多分それが一番だと思います。まあ一人で暮らすには一番いいと思ってます。またね。 So two big questions. Number one, would you live here? And number two, which of these places was your personal favorite? I'll link an entire playlist of weird tiny Japanese apartments. Some of them are absolutely out of this world. But thank you so much for joining today, and I'll see you again real soon. there's nothing ever there. I walked clear into a window.